はい、こんにちは、こんばんは、オペロンペロンチョです。本日はバイオハザード RE2 5回目ですかね、やっていきたいと思います。とりあえず前回としましては G の第一形態だと思うんですけど、第一形態と戦ってとなんとか倒して、今、エイダにやってエイダにあったってところです。もうそれだけしか進んでないです。とりあえず行きましょう。行ってないところ一つ あったんでさっき。でもね、私事なんですけど、全くバイオと関係ないんですけど、今転職活動してまして、ちょうど今日がその結果発表というか、内定だったら電話今日中にいただくっていう話だったんですよ。なんで結構仕事しながらもワクテカしつつ待ってたんですけど、見事に来なかったです、電話が。もう本当にね、転職活動12月ぐらいからやり始めて、トランクなどの解放は可能。何やこれ、ヘッド付属のボタンスイッチ、どういうことやろう。わかんない。わかんない。これな、あれやで、救急スプレーやで。500ペリカかける。違うこと。どここれ。さっきの鍵か、なんか。それでまあ通り、おお、すげえ射的場みたいなとこ、射的で、何ラクーン来るからのお願い。ラクーン、まあそりゃアライグマやけど、アライグマなんかな、これタヌキか。ラクーン人形、へえ。それでまあとりあえず2つ受けまして、その今日結果結果来るのがちょうど2つ目だったんですよ。1つ目も無理でした。はあ、もうほんまに転職したいですかね。まあ転職したい理由としましては、まあお給料がただシンプルにない。もうほんまに、おらくんくん人形発見。何これ、でもこれ弾もったいなくね。まあいいか。もうね、シンプルにお給料が少ない。人はいいんですけどね、働いてる人は。みんな優しいし。でもやっぱあの会社でやっていくのはちょっとね、難しいかなって思い始めたんで、転職活動もしてるんですけども、うまくいかないっすわ、今回も。はぁ、てか僕ね、もう、大学時代の就活の時もそうだったんですけど、あの、面接っていうのが苦手なんですよね。雑談っていうか、もう人と喋るのはできるんですけど、ああいうね、もう、ちょっと待って、大丈夫これ。ああ、もうないんか。はぁ、ちょ、待った、これ。ああいうね、もういろんな、もう1対1でちゃんとした、真面目っていうかね、もうああいうの、もうわかる、もうわかるように、もう僕上がり症なんですよね。もう頭の中ではぐるぐる言いたいこと回ってるんですけど、それがその言葉に出ない感じでして、後から、ああこう言えばよかった、ああ言えばよかったっていうのを後悔するタイプなんですよね。もうこれ何回やってもね、もう慣れなくって、もうこればっかりはどうにもないんですわ。でもまあ結構面接自体は他のところも行ってたんですけど、今回のその無理だった2つっていうのは結構行きたいどっちも会社でして、1つはもう福利厚生だとか年間給、うわうわお、もうこの時点で殺してくれよくない、一発ぐらい大丈夫かな。いやもっちいか。まあ、その、福利厚生、年間休日125日で、ちゃんとね、完全週休2日制、年収の方も、その、賞与とかを鑑みると、もう全然平均、サラリーマンの平均か、もう全然平均より上ぐらいいきそうな、もう超絶ホワイト。
だったんすよね。面接まではうまくいったんですけどね。書類審査突破して。ああ、まあ、うまくいかなかったっすわ。あと、二つ目。検体ナンバー53477。手を握りしめた格好のまま。なんやろ。なんか握りしめてたってことか。頭壁が。なるほどね。なんか盗もうとしたんか。もうやだこれ、ほんまにやー。え、ちょーっ、きっしょ。もう虫とか、いや、もうそれで、まあ今日のその二つ目の、まあ無理だったんですけど、ところもどちらかというと福利厚生は一つ目に比べたら全然ダメダメ。おお、まあダメダメって言っちゃあれなんですけどね。ダメダメなんですけど、もう休日とかお給与の面とかでもだいぶ1段階2段階ぐらい下がるんですけど、どちらかというと僕のやりたい興味やりたいことというか興味ある仕事の内容だったんで、本当この仕事でもやっていきたいなとは全然思ってたんですけど、まあどっちも無理でしたね。あーしんどいな、また1から。おい、何かあるよ、ガンパウダーじゃね、ご主流団。また一からなんですよね、転職活動。もう有給もあと 5.5 ぐらいだったかな、しかないんですよね。5.5 日しかなくて、もう部長にも変な顔。あ、女のゾンビ。ホットパンツいいっすよね。ホットパンツの何がいいってね、この、冬場のホットパンツがいいんですよ。夏はそんなにね、ありがたみはあるんですけど、薄い。だ今の季節がちょうどいい。あえてみんな厚着のなんかホットパンツを着て、もう、死体を、あれっすよ、獅子の死に体の死体の方ですね。死体をあらわにする。もう地震の現れなんですよね。大概、ああいう子の方がもうすごい肌が綺麗なんですよ。そういう子に限って。やっぱ地震あるからああいうのってね。お鍵ゲッチュー、さあい、わかってたよ俺は。ここは何があるのかな、わかってたよ俺は。何もない。そこで、こいつってさ、おお、やったぜ。やったぜ、タエちゃん。バカ野郎、この野郎。えい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 。やったー、ゲッチュしたんごー。あの、話してたホットパンツ。まあ、ホットパンツはいいかも。そう、俺の就活がうまくいってないんすよ、とりあえず。またね、炎天職とか、マイナビバイトとかね、リクナビネクストとか見る毎日が始まりますわ。ああ、しんどい、しんどい。なんだこれ、これかな、やった。はぁ、ほんまに。まあ、難しいもんっすね。どうやったら面接ってうまくなるんですかね。ある程度のね、自己 PR だとか、なんか趣味、休日何してるかとか、志望動機とかね、ちゃんとある程度は言えるんですけど。でも、なんていうんですかね、もう、なんか、もうほんまに突拍子もないってわけではないんですけど、ちょっと質問をひねられたりするともう無理ですね。もう、あわあわパニックって、もう、相手の目も見られんなるし、もう、コミ、もう陰キャのキャーみたいなもう、感じになっちゃうんですよね。今もこうだし、今もこうっていうか、今の喋りでもね、入らないじゃん。はあ、まあでもこの配信を通じて、はあ、とりあえずなんかもう人前でも全然緊張せずに、せめて自分の思ってることとかね、もうちゃんと言葉にして悔いのないようにせめてやりたいですね。これなんだろう。あ、謎解きタイム。
はい、時計ま、うーん、なになになに、うおちょ、なんか来てる、なんか来てるよ、あれは犬だな。どこどこ、来い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 、なになになに、え、こいや、マジかこいつ。これさ、もう無視した方が良くない？早すぎる。しかもこの変電室の何がいたの一体俺は。そもそも。一体何が開いたのだろうか。まあ行くか、とりあえず。やだな。やくそ！ LR！死んだかな。飛び起きた。よし。うわ、もうこれむしるか。むしった方がいいと思う。いた、ちょっと強くない？よし、3発しかない、もうマジか。さてさて、まあ気分変えて雑談。そう、前から前の回からね、なんだこの、あ、こっから来たんや。まあ前の第4回目からね、ちょっとね、もうなんかもう動画を見てても飽きさせないようにというかね、していくためにも雑談を多めにしていこうって話したんで、まあ今回もちょっと雑談を多めにやっていこうと思います。マイクの音量もちょっと今回から増やしたんで、マイクブーストの方をね、最初、今までゼロだったんですけど、今、20、なんか単位を忘れたんですけど、とりあえず段階的には2ぐらい増やしたんで、ちょっと、声の方も大きくなったとは思いますね。さて、特注部品1個はゲットした。それ、まあ、雑談言うても何しよっかなって、バイオ絡める。まあ、バイオ言うても前のやつでも結構話したような気するんですよね。あ、でも好きなキャラクターはありますね。好きっていうか馴染みがあるキャラクターはノイ。なに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 、登ってくる？登ってきそう。どこ行けばいいんだこれマジで。ダイヤの刻印、あ、これいけるやん、ダイヤの刻印やから。変電室はもう多分青になってるんでね、もう探索は終わってる。ここは下ヤンチルやから行った。やだ、あ、くっそ！よし。さすがに開けては来んやろ。この犬来るなー！わんわんわんわーん！それそれそれ！はい、けけけ、この野郎この野郎！もういやいやいや、もういや、もういら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 。ちょ、やばくね、ここ。よし、ショットガンの方が良かったな、一発で倒せるやん。あー、これあれなんか、てか一回回復する、ちょっと戻る、セーブポイントに。やーばい、あんなに犬って強いもんなん。やーばい、マンホール向かい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 、早く早く早く、こんな、よし、危ね危ね。あそこは広いから倒さんでいいと思う。ほんまに弾がねえわ。やっばかった。それでとりあえず好きなキャラ、バイオの好きなキャラについて話していきたいと思います。好きなキャラっていうか、馴染みあるキャラは、こいつさ、普通に逃げられへんのか。お、無理じゃねえ、ほんまにこれ。いすぎいすぎ、しかも早い。ちょ待って、あ、これやばいわマジで。嘘だろ、こっちこっちだったはず、こっちだったはず、こっちだったはず。電子部品のやつ、回復ねえかな、回復ないよな。あ、ここじゃなかった、しか前か、戻ってきた。あ、これ死ぬな、これ。とりあえず好きなキャラは、
好きなキャラ、馴染みあるキャラはやっぱクレアですかね。僕バイオ2がほんまに物心ついた時にやったんで、でもなんでクレアかっていうと、バイオの女性キャラって初心者向けなイメージあるんですよ。1もそうでしたし、1のジル、2のクレアとレオンは特にキャラクターの差異はなかったはずかな。でもとりあえず1はジルとクリスで性能差が違うんですよ。いけるくない？もう、お前これ鍵あんねんからさ、入ってきたら怒るで。俺は怒るで。俺はちゃんと鍵入って鍵やって入れてんから、お前が入ってきたら俺は怒る。クソが、いけたお前さあ、ちゃんと鍵で入ってこいよ。もうこれ食らうか。弾ない方がきついわ。しかも避けてたし、うまいこと。これ全部、え、これだけマジか。で、ジルとクリスで性能差が違うんですよ。ジルの方は初心者向けですね。アイテムもクリスと比べたら2つ多く持てて、あれ？これどこ？かつ、最初もう初っ端からハンドガン持ってるんですよ。対して、クリスの方は、アイテムはジルよりも、アイテムはジルより少ないんですけど、持てる数が。その代わり体力面がジルより、お前さ、体力面がジルより、ジルよりも多いのが利点ですね。でもやっぱりクリスの方は、クリスの方が、なくねえか、コンボットナイフ。クリスの方がそのちょっと上級者、ゲームに慣れた人用のキャラですね。なんでそういうのがあったん、そういうもうイメージがあったんで、もう最初の2もね、僕はクリアからやったんですよ。そっからレオンってやったんで、やっぱクレアの方がちょっと触ってた実感も多かったんで、クレアの方が僕にとっては馴染み深いですかね。で、今となってはレオンの方がなんだかんだ言って、レオンの方が上ですかね。4の主人公でしたしね。前も言ったけど、あの CG 映画の主役張ってたこともありますし。これなんだこれ。ブルーハーブ今いんのか？こんなとこでセーブか。それで好きな、バイオで好きなキャラ、今のは馴染みがあったキャラって感じで、好きなキャラは断然僕、エンリコ・マリーニですね。エンリコ・マリーニ、1に出てきた、いや、言うて僕もそんなに知らないんですよ。言うだけ言うてね。ただ、なんて言うんだろう、すごい語呂がいい。声に出して読みたい日本語感がすごい。確かね、もう1の中盤手前ぐらいにもう死んじゃうんかな。そんな劇的な死に方でもなかったはず。ほんまモブの一人みたいな。それでジルが言うんですよ、なんかエンリーコーって。そこがね、もう大好きでね。もうしかも一回言うたらもう忘れないでしょ絶対。バイオのモブキャラなんてほぼ覚えてないのに、そのエンリコだけは覚えれる。上がキンゴ。さてさて、あれあれあれ、ちょっとわかんないんだけど、どここれ、ん、何これ、ちょっと自分は今どこにいるの、そもそも。あ、これや。ちょ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 、あれこれできんかったっけこれ。あー、ふーん、
戻れんねんあれ。あそこ。とりあえず戻ろうか。まあそんな感じですかね。でもバイオで好きなキャラとかもあったし、もう話すことなんもなくねえか。なんでだこいつら、もうたまねえよ。これあるやん、あれ。下半身なくなったやつやん。ゾンビ化してる、感染して。かわいそう。あと動画投稿なんすけど、とりあえず今んところね、1日1個できてるんですよ。なんやかんやって。まあ、質とかアルファどうであれ。1日1個はクリアしてるんですけど、今週のね、金土日はちょっと、東京の方で、ワンダーフェスティバルっていうね、模型のイベントがあるんで、そこ行こうと思ってるんですよ。金土日はそこ行こうと思ってて、もう、そのもう金曜からもう深夜バスで行こうと思ってるんで、もう、深夜バスで行こうと思ってるんで、もう金土日はできないですね、動画の投稿の方は。それで次3連休なんで月曜休みなんですよ。だから月曜日にそのこのゲームの投稿おろー、汚ねえ水やな。このバイオハザードのこれって消えたんかな、何もなってなくない。なんだよこれ、なんなんだよ一体。ここはどこだ。しかもとりあえず金土日はバイオの動画は投稿できません。それで日そのイベン、さっき言ってた模型のイベントが、おお、あるじゃん、グリーンハーブ。取れねえじゃん。模型のイベントが日曜にやってて、もうその日曜日に、もう日曜の日にまた深夜バス乗って大阪に帰ってくるんで、帰ってくるの月曜。あのゾンビかわいい、あの赤色の服のゾンビ。でもこれやり過ごせそうやね。これ何？何やこれ、何になったの今まで。あ、上のやつがあれかな、水のやつできるようになったんかも。それで日曜にそのワンダーフェスティバルって模型のイベントを行ってくるんで、それのそれ行ったとやつの動画でも撮ろうかなって思ってますね。まあやっぱりもうバイオの動画ばっかりだとマンネリしちゃうんで、マンネリ言うほど人も来てねえけどな。俺がマンネリするっていうのもある。っていうのもあるんで、もしかしたら月曜はバイオの動画ないし、マンフェスの、その、買ったものとか、会場写真できたら撮ろうかと思ってるんで、それの、動画でもあげよっかな。なになに、ええ、もうタイラウドや、うおー、マジか、無理やろ、無理やろ、ハンドガンじゃ無理やろ。こいつ、何の前もな、何の前触れもなく来たな。あー、はしご、壊れてるー。これどうしよう。なんか音聞こえんねんけど。あれ可愛いよな、あのゾンビ、マジで。マジで可愛い、あれだけは。これってさ、もしかしてずっと追いかけられるパーティーに倒さな。ガンパウダー取れない。取れねえな。今セーブポイントまではこうへんやろ、これ。あ、これいらんわ。ちょっと大きな歯車預けよう、一旦。めちゃくちゃ足音してた。これ怖いなぁ。よいしょよいしょよいしょ。ハーブを回収します、まずは。あそこで待ち伏せしてるってわけではないと思う。レッドハーブも回収したいし。やっぱ可愛いよ、このゾンビ。ついに持った気する、このゾンビ。わぁ、いいね。いいね。ああいう、なんか足がテカってる表現好き。サイレントヒルのバブルヘッドナースみたいな。
しかも僕サイレントヒルのバーブルヘッドナースのね、ガレージキット。てかガレージキットっていうちょっと模型とは少しレベルの、普通の模型とは違うんですよ。アマチュアが出してるプラモデルみたいな感じでして、ちょっと上級者向けのね、やつがあるんですけど、模型、その結構高いんですけどね、一個。安くても1万って感じですかね、人型とかやと。怪獣とかもあって、怪獣はかなり高いです。やっぱ大きさとか、パーツの多さとかにもよるんですけどね、大概。1万から5、6万とかするんちゃいますかね、そういう怪獣的な入れれれば。でも僕、その、ワンフェス行くの今回初めてなんですよ。だから、どんなやつがあるのかなって思って、そういうのもちょっと興味が、びっくりした。興味あるんで、そこでちょっと、見てきますわ、どんなんがあるか。でも僕基本怪獣、メインは怪獣なんで、怪獣を主にちょっと回っていこうと思います。あ、ま、その行きたいディーラーさんとかあるし。マービーまだ生きてるじゃん。これゾンビになってるんじゃね？これ喋りかけんかったらイベント発生せんから大丈夫。うん、うん。マービンかわいそうにもう絶対死んでるけど、俺はイベントが発生しそうやから話しかけない。なんか処理落ちしてる。何？なんか聞こえる。おる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 ！怖っ！逃げろ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 。無駄に撃ったけどさ、全然ひるみもせんかった。3発で死ぬと思ってん、俺、絶対、ちゃんと。弾がねえ、ハンドガン丸。何これ、あ、これ、あれか。あ、間違えた。図書室で使うジョッキやと思う。一応調べとくか。つか、もうなんか。ここなんかあるな。ガンパウダーか。これ便利やな。取り忘れがない。あら。組み合わせしよっかな。するか。もうやめてえな。でもさ、タイラン取ったからセーブできひんよな、よう考えたら。うえうえ、怖い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 よ、マジで怖い。なんであそこで3発使ったんだろうね、ほんまに。謎。やっばみーはい。こいつはほんまに。やべやべやべ。鬼ごっこしながら、鬼ごっこしながらさ、謎解きできなくない？明らか。できるもんなんかな？できるもん？いやもう、セーブするか。普通に。やり過ごされへんかな？バレてなかったらワンチャン。めちゃんこ見てる！めちゃんこ見てる！めちゃめちゃ見てるで、あの熱い視線は。セーブできんのかなこれ。ここで。あ、できるわ、一応。もう、今日は、ちょっともう、実況終わります。実況して、あ、もう実況終わります。もう、バイオハザード RE2。またよかったら、見てください。まあ、金土日は上げれないんですけどね。どうせやったら倒せるかな。ちょっとだけやってみよう。どうせ死んでもいいし。無理だね、これ。マービン起きろ。マービン、タイラントやぞ。マービン、マービン、マービン、マービン行け。マービン、お前の出番だ。もうマービンかわいそう。あんな存在のやつ買われて。早い早い。ズギャーン。ちゃんとこういう感じっていうのは分かったしね。潔く散る俺は。普通のストレートで死んだ。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。また次回で会いましょう。バイ。